皆さんこんにちは。マップカメラ YouTube チャンネル、いつもご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、普段カメラを使っていると思うのですが、はい、お気に入りの機種、本日持ってきていただいたということで、はい、何やら、はい、今日はそのセットを組んで持ってきてほしいということ、用意してほしいということで、はい、こちらですね、富士フイルムの X100V、ストラップとかグリップ、あとバッグも含めて何やら普段通りのセットをなんとか用意してくれということだったので、はい、同じものを持ってきました。ありがとうございます。ではですね、はい、早速なんですけれども、はいはい、普段ですね X100V を、ヘビーユーザーということで使っているということで、はい、このスタッフにですね、今日はじゃじゃん、あっと来ましたね。ここに書いてある通りですね、富士フイルムから新発表されました、こちら X106 ですね、新機種となります、はい、このカメラをですね、はい、お渡しして、使っていいんですか。はい、今日はですねその違いをですね実際に手に触れて、はい、はい、語っていただければと思います、はいはい、では行ってみましょう。行ってみましょう。はい、早速撮影をしていますね。新しい X106 ですね、はい、早いですね。もうね、桜咲いてますね。そうですね、うん、私花が好きでよくこうやって撮影することが多いんですけれど、やっぱり軽いんで、うんうん、すぐこうやって持ち上げられるっていうのはいいですね。ちなみにこの桜、フィルムシミュレーションは何を使用してるんでしょうか。はい、あ、フィルムシミュレーションですね。実際にこのモニターで見ているのはプロビアのフィルムシミュレーションなんですけれども、うん、フィルムシミュレーションブラケットっていう、機能がありますので、それを使ったら3種類一気に撮ることができます。なので今1枚こうやってパシャッとしまったら、プロビアと新しく入ったリアラエースと、で花撮るときって私基本ベルビアよく使ってるんですけれど、この3枚を一気に撮ることができます。で今桜をそのプロビアとリアラエースとベルビアで撮ったんですけれども、まあ、ベルビアはもちろん発色よくこの桜のピンク色を綺麗に出してるんですが、リアラエースがちょっと薄めのピンクなんですけど、あ、気になりますね。リアラエースってどう映るのか、はい、普段ベルビアの発色のいいのがすごい好きなんですけど、うんうん、優しい落ち着いた感じでちょっと薄めのこういった花とかの色だったらリアライスが非常に合ってるな、まあ、好みだなっていうふうに私は思いますね。あ、いいなんかこう花びらの透けてる感じが、そう、透明感がね、透明感がすごくあるので、プロビアはやっぱり目に見てる印象に近くて、そうですね、ベルビアは今言ったようにその強調した色合い、発色の良さなんだけれども、リアラエースは何だろう、写真っぽいってあるじゃないですか。 そのみんなが思っているフィルムで撮った写真とか、はい、写真ってこういう色合いだよねっていうのに印象が近い。近いですね。やはりセンサーが変わって高画素機、4020万画素になっているので、拡大した時の花の細部までちゃんと確認できて非常に綺麗に写っているので、これはこのサイズ感でその画素数っていうのはやはり X100V ではないものなので、ちょっと感動を覚えますねまあ今回ね、この小さなボディに4000万画素クラスのセンサー積んでるっていうことで、はい、よりその撮影の幅が広がるかなっていう印象ですよね。そうですね、あとやっぱり一つ、X100V ももちろん機能としてあるんですけれど、デジタルテレコンですね、35ミリ版換算で、通常の画角だと35ミリなんですけれど、デジタルテレコン使うと、50ミリと、あと70ミリまで、ズームすることができますので、これぐらいだったらまだいいんですけれど、ちょっと離れているところとかをうまく撮りたいなとかっていう時にはデジタルテレコンを使ってあげることで、今これが通常の画角、これが50ミリ、これが70ミリっていう形で、まあ、もちろんクロップしてしまえばいい話なんですけれども、やっぱりその場ですぐに違う画角で、確認できるっていうスムーズさっていうのはスナップシューターには必要かなと思うので、やはりこれは便利で、でやはり、先ほど申し上げた高画素機になってますので、この画素数っていうのがズームしたとしても、まあ、おおよそ2000万画素ぐらいにはなるので、
X100V だと2600万画素ぐらいだったので、まあ、どうしてもクロップした時の画質のあれっていうのができますので、まあ、ここはもうやはり高画素機になった一番有利なところかなっていうふうには感じますね。今チルトモニターで撮影をしてると思うんですけれども、はい、なんかモニターの角度というか、はい、X100V と比べて、はい、ちょっと変わりました可動域。そうなんですよ、これ変わってまして、閉じた時にフラットになるところは X100V も変わらないんですけれどっていうところと、あとモニターそのものが90度っていうのもできるんですけれど、うんうん、そこ違いますよね、はい、100V だと、角度が30度なので、まあ、イメージこういう感じなんですよね、うん、そういう感じですよね。そうなので、こうやってウエストレベルでこうやって鼻取るときとか私多いんですけれど、上から見るとファインダーが若干かぶってるように見えてしまうっていうのがあるんで、これがさらに手前になることでウエストレベルでの撮影がものすごくしやすいです。はい、であとこの可動域が変わることでハイアングル撮るときもこれが結構これぐらいだったんですけど、うん、変わったので、この撮るときの角度がこう結構真下からでも見やすいっていう印象はありますね。大きいですね。はい、これ結構いいですよ。単純に画素数が上がって良くなったねとか処理速度が変わって良くなったねではなくて、デザインがそのままなのにこのモニターと可動域を少し変えるっていう、なんでしょうね、こう撮影スナップシューターとしてのボディデザインとしてブラッシュアップされているっていう印象が私は感じます。確かに言われるとすごいですね。その可動域上がってるのに本当にあのボディに対してフラット、これは変わらないんですよね。なんか他メーカーだとそのチルトにしたことで、はい、結構出っ張りが、あ、そうですね、液晶部分出たりっていうのがあるんですけども、そこはちゃんとフラットなままで可動域上げてきたってところですね。もうデザインに関してはここから、まあ、変えないって言い方も変かもしれないですけれど、もう富士フィルムとしてこれがもうある種完成形のデザインっていうのはこだわりとしてある中で、こういうところを細かく変えてるっていうのが、私はここは結構単純にすごいなっていうふうに感じますね。はい、まあ、単純にこうやってモニター越しにサクッと撮るのは全然スナップシューターなんで当然なんですけれど、ファインダーを除いてマニュアルフォーカスでダイヤルとかでしっかりと設定決めて撮影するっていう、撮ることの楽しさもやっぱり X100、まあ、シリーズ全体通してだと思うんですけれど V を使ってても感じましたし、 X106 も同様ですね。撮った写真の出来上がりを見て楽しむのももちろんなんですけど、撮るのが楽しいっていうのはやっぱりいいですね。すごいですよね、本当そのボディサイズにたくさんのフィルムシミュレーションが搭載されていて。そうなんですよね。なので楽しみ方は組み合わせや撮り方によってはもう無限大って言ってもいいのかなっていうぐらいですね。ちょっとすぐに別のやつ使いたいなってなれば、私ここにあのカスタム設定でフィルムシミュレーションよく入れてるんですけれど、まあ、そこでパッと変えてしまって、 あと X100V にはなかったあのノスタルジックネガ、あ、はい、そっか、これも搭載されているのと、あとエテルナのシネマは入ってたんですけれど、あのエテルナのブリーチバイパス、こちらもあの、まあ、最新機種として X106 には入ってますので。そうですね、はい、V と6の間の時期に出てきた、そうですね、フィルムシミュレーションですもんね、はい、なのでそのあたりに、写りの印象を分からなかったなっていう方も改めて楽しんでいただける機種ですね。やっぱりすごいですよね、本当最新の X が詰まっているって言ったらいいんでしょうかね、はい、もう最新の X が詰まっているのに大きさデザイン変わらないですからね。縦の葉っぱ取ってるだけでずっと取ってますからねひたすら葉っぱをね、はい、今取ってますからね。もうそれだけ簡単にも撮れるし、こだわっても撮れるっていうのは非常に私の好みのカメラ、まあ、だからこそ X100V ユーザーではあるんですけれども、
するんだったらもう本当にいろんな機能がさらにプラスオンされているので、うんうん、たまらないですねいいなどうです普段 X100V を使ってる身として、はい、その使用感というか握り心地であったり、はい、操作感であったり、はい、その感覚的な違いっていうのはやっぱり感じますか？そうですね、まあ、正直に申し上げると私が個人で使っているあの X100V に関しては先ほど申し上げた通り別売りのグリップつけているので、うん、実際の本当の握り心地っていうのはもしかしたら違うかもしれないんですけど少なくとも今握った感触としてはなんかこうスルッと落としてしまいそうになるっていうような感じはない握り心地はありますね。なのでやっぱり少しの差っていうのでそこの見た目の違いとしてはあまりわからないかもしれないですけれど実際に触った瞬間の握り心地っていうので印象が変わってくるのかなと思いますね。あと操作感に関しては、まあ、X100V 使っていればすんなりと操作になれるっていうところはあるんですけれども細かい違いとしてこの手前のボタンですね、ドライブのボタンであったりだとか AFL とかのボタンこれが X100V だともう少し左に寄ってました。それを全部右側に寄せることで取りながらファインダー覗いて取りながらドライブモードを変えたりとかするのが親指でねいろいろと操作ができるっていう操作感の向上っていうのを感じます、ね、では先ほどまであの写真をいろいろ撮ってたんですけれども動画の性能もあの 6.2K の 30p まで撮れるっていうところで向上してますのとあと手ブレ補正ですね、そちらも入ってますのでせっかくなので、まあ、動画を撮影しながら手ブレ補正も一緒にあの見ていければなと思いますので早速撮っていきたいと思います。ちょっとあえて不安定な体勢で撮ってみたいと思います。今これ 6.2K の 30p で撮影しております。どうでしょう手ブレ補正もしっかり効いているなっていうのを感じますね。 X100V でも、まあ、たまに動画撮りたいなっていう時に撮りはするんですけれどやっぱり手持ちではかなり厳しかったのでミニ三脚とか持って行ってそれに据えて撮ったりっていうことが多かったんですけれど歩いて撮影はちょっと難しいかもしれないですが普通に手持ちでこの程度の動きであれば簡単に X106 であれば撮影することができますね。であともう一つご紹介したいのが低速のシャッターで写真を撮りたい時とかですねにもともと X100V にも入っているんですが内蔵の ND フィルターが、こちらにも搭載されています。で4段分入っているので写真を撮るときにももちろん使えるんですけれどこちらに直接、ND フィルターとかそういうフィルター類であったりプロテクター類を取り付けることができません。専用のアダプターを取り付けてそこにねじ込んでいくっていう形になるんですけれども内蔵 ND フィルターをここで活用することで先ほどまで F8 で撮っていたんですが F2 にしてもちょっとだけ露出がオーバーしてるかなっていう程度で同じように撮ることができますね。こういった形で、まあ、せっかく動画もしっかり撮れるようになったので内蔵の ND フィルターいろいろと活用できるような性能になっているかなと思いますね。はい、それでは、抜けのいいところがありましたのでオートフォーカスの瞳認識も向上したということですので早速、検証してみたいと思います。あ、早速認識し始めましたね。うん、瞳に行っていますね。後ろ向いた時にはちゃんと頭を認識して追いかけていますね。あ、この距離でもしっかりと認識して追いかけています。結構離れてますけどちゃんと顔と認識して後ろ向いてもちゃんと追いかけてますね。まあ、一瞬半ずれることはありますけれどあ、すごいですね。今この距離になってるんですが人として認識すると人を認識すると体全体を追いかけていますね。今ちょっと服装がモデルになっていただいている方の服装と背景色がちょっと似たり寄ったりになっているので外れちゃうことはあるんですけれども顔を認識するとしっかりとやっぱり追いかけてくれて近くに来れば瞳にフォーカスが行く、うん、しっかりと認識してますね。それではこのまま、被写体認識の機能も搭載されましたので、鳥の方ですね撮っていきたいと思います。あ、今来ましたね。このぐらいの距離で鳩を認識し始めました。
もうこれだけ小さいのにしっかりと今追いかけているので、あ、ちょっと今外れちゃいました。あ、今割って入ってきた鳩に認識が一瞬行きましたね。今撮っているシチュエーションぐらいだとだいたい3メートルから4メートルぐらいで認識し始めるかなという印象です。どうですか、はい、この X106 数時間使ってみてなんですけれども、はい、うん、そうですね、やっぱりあの X100V ユーザーではあるので、うん、こうすぐに馴染むっていうのはあるんですけれども、うん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 、まあ、細かな仕様変更というかデザインも少しずつ変化はしてるんで、はい、そこの部分に関しては逆に X100V を使っていた分より使いやすくなったなっていうのが実感できる一台にはなっているかなと思います。で、デジタルテレコンとかそういうもともとある機能に関してもやっぱり画素数が上がっているので違和感なくこう自然とズームしてしまったりとか、うんうん、しているので非常にこうなんでしょうね、馴染みがありつつも使いやすくされていて、単純に非常にいいカメラ。実はですね、私もですね、過去に X100F ですね、はい、を使用していて、まあ、所有していたことがあって、はい、それだともう2世代後の機種になりますよね、はい、ちょっと私もこれ触ってみてもいいですか。あ、もうぜひ、もうこれはもう触ってしかるべきカメラだと思います、はい、多分全然別物になってんのかなっていうのは、うん、あのスペックシート見ても思ったんですけれども、ね、実際にちょっと私も撮影してみてその違いなども一緒に説明できたらないいなと思います。やっぱりこう手ブレ補正が、ね、入ったりとか、ね、大幅に進化したところがあるので、はい、じゃあ後半、はい、後半でもないですけれどもちょっと行ってみましょうか、はいはい、明るいかな。わかりますかね、フィルムシミュレーション、まあ、追加されたっていうのもあって本当にあの多種多様に選ぶことができる機種となりました。やっぱりですね、そのちょっと待ち撮りスナップとかどこどこで撮影行ってくるって言ってもその被写体だったりその時のどういうテーマで撮るかでこの色合いとか写真の雰囲気を変えられるっていうのは大きなメリットですよね。今回はどれにしようかな、アクロスのちょっとコントラスト高めのレッドフィルター。お、色つくな結構で撮ってみてちょっと変えようっていうのもすぐできちゃうのがやっぱすごいなっていうところですよね。開放じゃなくてちょっとシャープに見せたい。X100V からレンズも刷新されて解像力高いレンズにはなったんですけれども、このレンズだからこそ今回の4000万画素のセンサー活かせるかなっていう印象ですよね。若干開放の何でしょうね、角が取れてる柔らかさって言ったらいいのかな、あのバッキバキではないんですよ開放から。それはやっぱり X100 の多分テーマとしている写真の絵作りっていうところだと思うんですよね。うん、この調子で行ってみましょう。やっぱり何でしょう、ずっとなんか触りたくなりますよねこのカメラ。全部感触がいいんですよ、このダイヤル類であったり、まあ、絞り感もそうなんですけれども、あとはここのね ISO のここのダイヤルもこの上に持ち上げてっていうのが、まあ、往年のフィルムカメラ使ってる方だったら馴染みのある操作感だと思います、ね、もうすでに何度かシャッターを切っているかと思うんですけど、はい、シャッターを押した瞬間に何か気づいたことってないですか、うん、気づいたとこって何だろう、ちょっとお待ちください。これがあの X100V と6の違いの一つでもあるんですけれども、あー、音？そうです、音ですよねこれね、はい、前と違う気がする。前の、X100V の、まあ、デフォルトで設定されている音だともっとこう、なんでしょうね、なんか
もっとチッっていう感じですよね。もうちょっとなんかあの歯切れがいいっていうか、はい、あの短い音だったような気がしますね。それが変わったんだ。今回のデフォルトの音はどちらかというと、うん、もう少しシャッター音らしいというか、うん、確かにこうしっかりカシャっていう音がしてるかなっていう印象がありますね、うん、これちなみにあの設定で X100V も3種類あったんですけれども、うん、あの X106 も3種類用意があって、うんうん、確か2番が 100V と似たような音だったかと思います。確かにカメラとしてはこれレンズシャッター機なんですよ。なのでほぼほぼ音がしないシャッターなんですけれども、今回の今設定している音ってあのシャッターって、まあ、膜が動いて音がしたり、あと他の、まあ、例えばバネのようなものが動いたりとか、あとは反響する音っていうのがね、全部まとまってシャッター音っていうのがあると思うんですけど、それがねうまくミックスされてる。いろんな、なんだろう、メカ的な音が、あの単純な一つの音じゃないんですよ。複数の音がちゃんとミックスされてシャッター音らしさっていうのを出してますね。これは確かに使っていて気持ちがいいかもしれない。今回ですね、この X106、まあ、手ブレ補正が強化されて最大で6段分ですね、までこのちっちゃいカメラに入ってます。これメーカーのページ見たんですけど、すごいその手ブレ補正の IBIS の機構が小さく作られていて、本当なんでしょうね、最新の富士フイルムが持つ最新の手ブレ補正機構が入ってるカメラってなっています。で、手ブレ補正があると何がいいんだっていうのは、もちろんブレないというのは大前提としてあるんですけれども、まあ、低速シャッターを手持ちで撮れる。そしてもう一つは多分このカメラの特性上、スナップ撮る方多いと思います。で、スナップの中で低速シャッターでのスナップっていうものがあるんですね、例えばですけれども、歩いている人の足をどうやって映すかとか、 0.8 秒だと片足軸に他がブレたりっていう撮り方ができたり、またですね、もっと長秒だと本当人が流れて形が残らないということになります。そういったのも表現としてできるのではないかなとちょっと私思いまして、やってみたいと思います。ちょっとどのくらいまで頑張れるかだな。 35mm 換算なので、多分通常のカメラだったら、まあ、30分の1くらいかと思うんですけれども、レンズシャッターとこのサイズ感なので多分手持ち15分の1くらいはいけると思うんですけれども、ちょっと今回はその手ブレ補正っていうこともあるので1秒くらいで行ってみようかなと思います。できるかな1秒でできるかな。じゃあちょっと ND フィルターも設定したので、これで撮っていこうかなと思います。リアラエースとかは入ってはいるんですけれども、ちょっとねクールなスナップにしたいなって思うので、またアクロスでいこうかな。1秒いけたかな。わかりますかね、これこういうの。すごいですね。私は X100V では決して撮ったことのない絵を見ていますというか、まあ、本当に手ブレ補正っていうところで撮るのが難しいのかなっていうのは非常にやはり感じますよね。そう、手ブレ補正が あるからこそやっぱ撮れる写真が生まれるのかなって思いますよね。そうですね。そしてやっぱこのサイズでワンパッケージっていうのがありますよね。うん、これはいいんじゃないでしょうか。スナップ向けだと思います、本当に。あと気づきました、これレンズちょっと大きく見えないですかって言ったらいいのかな。これですね、このレンズの、実はレンズの変わってないんですよ。ただこの縁、真ん中のガラスじゃなくて周りの縁のですね、色が変わってるのが実際に、まあ、X100V やそれ
以前の機種と比べるとお分かりいただけると思います。 100V とかはもっと黒かったですよね。そう、結構黒くね、ツヤっとした感じで、そうですそうです。それがですね、ちょっとなんだろう、レンズに馴染む色合いって言ったらいいのかな、ちょっと一体感のある色合いになったっていうのが。確かにここだけ真っ黒で本当に浮いてるって言い方もあるんですけど、艶もあって浮いててっていうような印象があったのがバランス取れるようになりました。そう、なんかね、非常に馴染みのいい感じの仕上がりになってるなって。ものすごい細かい点で言うと、ここのレバーなんですけれども、ここ、はい、あのファインダーを切り替えるレバーなんですけど、ここに、X100V だと赤いポッチがついてる、ね、あー確かにここになんか切り込みみたいなの入っていて、はい、塗ってありましたよね。そうです。確かにここもデザインが変わってますね。あの X100V と X106 を見分けるポイントはこの2つですね、表から、うんうんうん、あ確かにそれ以外はおそらく判断できないです後ろを見るとあのボタンの配置がちょっと右に寄ってるんで、触ったりとか、うんうん、逆側を見ればまだ分かるんですけどね確かに、これはね、よりブラッシュアップされたって言っていいと思いますね。そうですね、うん、では1日この X106 使ってみてどうでした、はい、そうですね、やっぱり今もこうやってかけてたんですけれども、うん、50g ほど重くなっているとはいえ、あの特に気にすることなく、うん、あのパシャパシャとスナップ撮影ができたかなっていうところにありますし、やっぱりフラグシップの XH2 であったり、うん、高画質機の XT5 と同等のものが中に入っていて、うん、これだけ楽しめる、うん、でそれでこのコンパクトなサイズと軽量っていうところがやっぱりこうサクサク撮っててすごく楽しくて、あのどんどん撮っちゃう、そんなカメラになりましたそうですね、はい、実際私もちょっと触ったんですけど、はい、ついつい夢中になっちゃうカメラですよね、うん、そうですね、うん、X100V から順当に進化したなっていうのが感想ですね。なるほどですね、はい、確かに、なんでしょう、カテゴリーとしては、まあ、コンパクトデジタルカメラにカテゴライズされたりとか、そうですね、そうですよね、でミラーレスと比べて、まあ、センサーが一緒だからとかいろいろ言われてますけど、はい、まあ、実際今日こう触った感想だと、もうカメラとしてこの X100 シリーズのカメラとして現段階のもう完成形なのかなっていうような印象でしたね、はい、じゃあズバリ、はい、X100V ユーザーからして、はい、6は欲しいカメラでした。これは使って分かる楽しさがあるので、あ、なるほど、逆に使ってしまったので欲しくなっちゃった、うん、もう思い通りな、そう、もう本当にこっちの思惑通りな感じになりました。思惑通りにハマってしまいましたねということはやっぱりそれだけ魅力がある一台ということですね、はい、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。マップカメラ YouTube チャンネルでは、今回のようなですね、新製品のご紹介であったり、またですね、楽しい撮り方などの楽しいコンテンツたくさんご用意しております。ぜひとも皆様チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いいたします。またですね、今回のこの X106、動画を見て私も欲しくなったな、またはですね、今度こういった撮影で使ってほしいなどありましたら、ぜひともコメント欄にお寄せください。またですね、今回ご紹介いたしましたこちらの新製品、またですね、マップカメラで販売している新品商品なんですけれども、なんとですね、保証期間2年間ですね。こちらですね、 EC サイト限定での、保証となっておりますので、ぜひともそちらもチェックをよろしくお願いいたします。概要欄に詳しく書いております。また LINE の公式アカウントではお得な中古の情報であったり、限定のセールなども行っております。ぜひとも皆様からのお友達登録お待ちしております。お待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。